IoT でつながったセンサーで集められたデータが大量に蓄積され、ビッグデータとなり、人工知能が解析し、新たな知恵が生まれる。この先には無限に広がる世界が現れます。例えば難病の解明、患者さんたちを長期に見守り、データが蓄積されることで発症の原因や重病化の仕組みが見えてくる。その先に治療の糸口が見つかることが期待されます。私たちが足を踏み入れようとしている新しい社会をソサエティ 5.0 と呼んでいます。4度目の産業革命がもたらす5つ目の社会、ソサエティ 5.0 です。人口が減ってもイノベーションによって成長できるのだという第1号の証拠になることを日本は目指しています。